やばい、早い。もう本当すいません。皆さんの顔を見ることができてすごく桜子ちゃんの感動がすごい伝わって。危くないですか？大丈夫。はい。どうもこんばんは、宮沢ひよです。ようやく本日、全国公開されたことをとても嬉しく思っております。撮影したのはね2年ほど前なんですけども、撮った後とかまだその公開日もねまだ決まっていなくて、あいつ公開されるんだろうって、早く一日でも早く皆さんに見ていただきたいなっていう思いをずっと持っていたので、今日迎えられたことをとても嬉しく思っております。短い時間ですけどもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、屋内に恋をする空気ばかりを読んできた編集者、小向井春を演じられました小西桜子さんです。本日はお集まりいただいてありがとうございます。私も、この映画を皆さんにお届けできるのをすごく楽しみに、2年ぐらいずっと待っていたので今日を迎えられてすごく嬉しいです。私は、その公開前の舞台挨拶とか参加できなくて、今日やっと皆さんに、やばい早い、もう本当すいません、皆さんの顔を見ることができてすごく感動してます。すいません、もう早い、ごめんなさい。よろしくお願いします。ありがとうございます。きっとねこの涙、監督も感無量かと思います。ご紹介いたします。本作が商業長編映画初監督作品となりました。監督脚本も務められています勝利香監督です。皆さん今日はお忙しい中来てくださって本当にありがとうございます。この作品はもう本当3年前宮沢さんがの感動シネマアワードという企画で私の作品を選んでくださったとこから始まりました。すごい桜子ちゃんの感動がすごい伝わってすごいこうして皆さんのところに届けられることをすごく嬉しく思います。よろしくお願いします。本当に公開おめでとうございます。嬉しいです。すごい私もすごい最速で涙を流す女になってしまいました。もうね、宮沢さん両サイドがちょっと涙目状態でございます。早くないですか？まだ始まってね 3,4 分しか経ってないですけども、でもそれだけね皆さん本当に思いがあって大丈夫、はい、よろしくお願いします。もう両サイドをケアしなきゃいけない状況になっておりますけどじゃあすいませんが、スチールの方々フラッシュなしに切り替えてください。